成果は全然問題ないです。もう強すぎるんで。強すぎる。あの子作戦いらないです。それ俺が今村田監督だったから、いろいろ見てきたんですけど、ちょっと本当にレベルが2枚ぐらいないです。練習とかもマジで普通に決めますよ。男子はバリバリ。俺も決められちゃうと思う。中井美雲とか来て練習しても寝技負けない。寝技は全部違う。成果が多すぐらい。それぐらいすごいですよ。自分はちゃんと大学首席で合格してる。ほぼ順天堂首席で合格してる。なんか挨拶できない子だなと思いましたね。そう。会場だって、お疲れ様ですとか言えばいいのに言わないから、あ、こいつそういうやつなんだなっていう。やっぱね、格闘技やってて挨拶って必要かなと思うんですよ。見ててわからないんだな。格闘技知らないのかなみたいな感じですか。